です。今日はじゃじゃん、埼玉県にあるガーミンさんの本社にやってきました。理由は中に入ってから説明します。ガーミンジャパンマーケティング部の熊山さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。以前アプローチ S60、はい、リンゴルフでも紹介してもらいました、はい、本当にあの動画の中でもすごくたくさんコメントをいただいたりとか、うん、買いました、うん、インスタグラムでもフェイスブックでも私にコメントくれた方もたくさんいて、はい、うん、正直私の中ではすごいなこの反響はっていう風に感じております。 ありがとうございます。実際にも店頭でもかなりの売れ行きで、はい、好調でして、まあ、単価としても比較的高単価のものではあるんですけれども、うん、まあ、驚くほど売れているというのが正直なところです、うん、そんな今日はガーミンさんにいろいろ取材をしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず先ほども言われてたんですけれども、はい、やっぱ他のものと比べて、うん、まあ、値段がちょっと高額ではあるじゃないですか。でそんな中でも価格コムなど見ても売り上げ人気ともにすごく上位に、うんうん、はい、あったんですけど、うん、理由、はい、をなんか2つくらい挙げるとしたらどういうところなんですか、ね。はいはい、まあ、大きく分けてなんですけど、まあ、機能面とあとデザインのところ、まあ、この両軸があるとは思うんですけれども、まあ、機能的にはフルカラーのタッチパネルで、見やすくかつすごい使いやすいっていうところが一つ受けていて、あと、まあ、そもそも、まあ、スマートウォッチの中の、まあ、ゴルフのはい、ウォッチなので、まあ、見た目的にも普段使いしやすかったりとか、ゴルフしてないところが、そうですね、はい、全然スーツとかにも合いますよね。あ、そうですね、まあ、あともちろんはい、ゴルフの機能としても優れていて、オートショット機能といって、まあ、飛距離だったり自分が打った軌跡をここで勝手に記録してくれるので、プレーが終わった後も自分こういう記録だったんだっていうのが、まあ、簡単に振り返れるところが、しっかり自分の記録をと見つめ合う、はい、かつ人同士でやると、あ、こんだけ飛んじゃったとか、こんだけ飛ばなかったとか、外れたとか、ゴルフのラウンド中ももっとゴルフが楽しくなるような会話が生まれるようなきっかけ作りができてるんじゃないかなと思っています。確かに、よくこれ飛んだねとか言ってて、うん、でも何ヤードなんだろうねっていうのが大体あやふや、うん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 、だったりするんですけど、パッと見て何百ヤード飛んでますよみたいな感じで会話が盛り上がったりします。私の勝ちとか負けとか、皆さんからのオートショットの機能でなんか評判をいただいたりとかって結構あるんですか。最後にこのデータをスマートフォンに連携をして、スマートフォン上で全部記録が残って、軌跡が出てくるところが割と面白いっていう風に声が大きいですね。加えてなんですけれども、リンゴルフの Facebook と YouTube と紹介させていただいたんですけれども、うん、そちらでなんかこう影響といいますか、なんか評判といいますか、うん、声があったりとか、単純に再生回数だけ見てもリンゴルフさんすごい人気のウェブサイトだと思うんですけれども、その中でもかなり再生回数が非常に多かったっていうのが、まあ、ありまして、私たちが気持ちを込めて作った軌道っていうのが、まあ、皆さんわーすごいとか喜んでもらったりっていう映像を見て、多くの人に見ていただいたので、実際その機能が本当にゴルファーにとって嬉しい機能なんだなっていうのが伝わったんじゃないのかなと思っています。で、実際に店頭で販売店員さんの方に、なんでお客さんが来たのかっていうのを、まあ、ヒアリングしてもらったんですけども、まあ、実際にリンゴルフさんの動画を見てちょっと気になって店頭に来てみたっていうところも、実際こうお声としていただいてるので、売り上げにもつながってるんじゃないのかなと思っています。ありがとうございます。では次の質問いきます、はい、レーザー距離計と GPS 距離計どっちがいいかなとか結構迷う方も多いと思うんですよ、うん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 、どういった目的で GPS 距離計を買うと、まあ、失敗しないのかなみたいなのをちょっと聞きたいんですけど、やはりレーザー距離計ってしっかりこの、合わせて測るっていう意味で、やはり正確性で優れているので、時計型でもかなり精度が良くなってきてるんですけれども、うんうん、やはりきちんと距離を合わせて測りたいって人はやはりレーザー距離計の方が良いのかなと、うん、時計型の方は、まあ、先ほどの話もあるんですけれども、こうやってポケットから出して一回一回こう測ってっていうのが、やっぱり自分のゴルフのリズムをちょっと乱しちゃうとか、自然な流れっていうのをやっぱり止めてしまうところも少しあるのかなと思うので、そういうところがやはり面倒だなと感じる方は時計型の方を選んで手軽にやっていただいた方がいいんじゃないのかなと。大体の距離がいいっていう方もいますし、ね、そうですね、はい、あとは自分の感覚で風とか、うんうん、まあ、そういうのも影響するんで、ゴルフは、うん、確かにすぐに
見て打てるっていうのが GPS の良さかもしれないですね、うん、あくまでまあゴルフを楽しんだりプレーの質を上げたりっていう意味での道具なので、それが道具のためにストレスになっちゃったりとかは本来の目的から少し外れてしまうので、まあやっぱ自分が使いやすい方法を選んでいただくっていうのが一番大切なのかなと思います。さらになんですけれども、 GPS の中でも時計型とハンディ型、手で持つタイプの2つがあると思うんですけど、その違いみたいなのってあるんですかね。ハンディ型のタイプって画面が大きいですので、そのコースの全体の画面が見えるので、じゃあこのコースの中でどうやってこうコース戦略というか打っていけばいいのかっていうのが、大きい画面で把握できるので、そのあたりのこう全体感をつかむのにやっぱ端末型っていうのは適しているんじゃないのかなと。でただやはりレーザー距離計とも被る部分はあるんですけども、やはり大きな端末なので、そこでやっぱり煩わしさを感じたりとか、まあ、そのあたりのメリットとバランスを考えながらお使いいただくのがいいのかなと思います。なるほどね、確かに私の中ではゴルフ初心者の方でもすごくいいんじゃないかなと思ってまして、値段はちょっと置いといてたんですけど、上級者の方だけが使えるものではないなというのをすごい感じてて、ゴルフって、まあ、本当にいろんなことを覚えなくてはいけないスポーツだとは思うんですけれども、まあ、その中で、まあ、機械でお願いできちゃうことは一回機械で任せちゃって、あとはもう自分のスイングだったり、ね、本当に練習で磨かなければいけないところに、まあ、注力していただくためには、こういうのを一度購入にいただいた方が実際のゴルフのプレーに役立つのではないかなと思います。すでにアプローチ S60 を使っている方に伝えたい、なんかこう隠れた便利機能などがあったら教えてほしいんですけど、はい、まあ、便利というか意外に困ってるとかそういう声をいただくケースが多いのは、割とその老眼が進んできたりすると、この文字が見えない、見づらいっていう方も多少お声をいただくんですけれども、文字を大きくする機能っていうのがあって、 あるんですね、はい、あるんです、はい、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけども、はい、数字がゴルフの設定っていうところに行ってもらって、数字を大きく表示と、まあ、その名の通りなんですけども、設定をするとめっちゃ大きくなりましたね。大きくなると、はい、あともう一つはちょっと気になるのがバッテリーの持ち、まあ、これを伸ばすには、まあ、ちょっとテクニックがありまして、設定のシステムというところに行ってもらうんですけれども、はい、設定のシステムに行ってください、はい、まあ、言語とかいろいろそういう設定画面が出てくるんですが、バックライトを押してもらって、はい、バックライトレベルが、選べます。これ今一番下の方に行ってるんですけど、まあ、明るくしたければ明るくできますし、はい、まあ、もうちょっと暗くても大丈夫、バッテリー長押しさせたいっていうところまで 20% まで、下げることができるので、まあ土日だとゴルフ場混みますしね、そうですね、3時間とかになると、はい、ちょっとバッテリーの文字が気になる方もいるかと思いますし、はい、皆さんバックライト20ぐらいしてぜひ長持ちさせてください。以上になるんですけれども、はい、発売されてまだ何ヶ月ですか？まだ4ヶ月ぐらいですね。もともと計画していた数よりは、まあ、3倍近く売れてまして、3倍、はい、ちょっと想定以上に皆様からご好評いただいて嬉しい悲鳴を上げております。今日はありがとうございました。ありがとうございました。でなんですけど、はい、まだまだ GPS 距離計は使ってみたことがない方、まあ、すごく興味があって、いろんな、まあ、動画とか、まあ、広告でも見てるけどっていう方いると思うんですよ、そんな方のために一つ、プレゼントしていただけないでしょうか。プレゼント、はい、 OK 出ました。ありがとうございます。でも本当に私も使ってみてすごく良くて、一人でも多くの方に使ってほしいなと思ってますので、ぜひこの概要欄にあるアンケートを出しますので、皆さんそちらにいろいろ書いていただいて、今回の1名の方にプレゼントしますので、ご応募お待ちしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、本日ガーミンさんにお邪魔させていただきました。すごく勉強になりましたし、何よりそのゴルフ業界にまた新しいこういったグッズがあって、皆さんが使ってくれてるっていうのは本当にいいことで、すごく嬉しいなと感じています。
ではまた次回の動画も楽しみにしててください。たくさんの応募もお待ちしています。バイバーイ。